高校教師は1993年1月8日から3月19日まで放送された日本のテレビドラマ。脚本は野島真司。主演は真田博之と桜井幸子。TBS 系列金曜ドラマ枠で毎週金曜日22時22時54分に放送された。同1993年に 東方系で映画版が公開され、2003年には同名タイトルの続編が制作、放映された。本校ではこのうち、1993年のテレビドラマと映画版について述べる。2003年の続編については、高校教師を参照。なお、1974年に東京12チャンネルで放映された、加山雄三主演のテレビドラマ、 高校教師とは何の関係もない。教師と生徒の恋愛、同性愛、合姦、近親相関、自殺など、当時すでに問題となっていた社会的タブを真正面から扱った作品として大きな反響を呼んだ。登場人物らの背景に何があるのか、最終回の結末はどうなったのかなど、サスペンスの要素を織り込んだことも反響に拍車をかけた。 高校のロケ地は日本キリスト教短期大学で一部シーンでは宗教団体の施設を利用している。また最終回の舞台となった JR 新越本線の大見川駅ではロケ地巡礼に訪れる視聴者が増加した。1993年5月には6枚組、レーザーディスクが放送終了から8年半後の2001年9月19日には 前は特典映像などが収録された DVD、ボックスが販売された。2019年3月20日には、BD ボックスが発売された。教職員生徒大見川駅作中、ハムラによるモノローグが、過去形になっていることから、過去の出来事を振り返っていることが伺える。しかし、最終話における、ラストシーンのモノローグでのみ、僕は今、と、現在形で語り始める。 最終話のラストシーンについては、当時から謎とされて視聴者により議論がなされ、下記のように様々な解釈がなされている。ハムラの夢、空想説、眉の幻影、亡霊説については、眉が知っているはずも間に合うはずもないハムラの乗る電車に、突如として眉が現れることが理由とされる。また、新十説については、当日眉が起きたのは、 長官が届く頃の時間だったのに対し、特急電車が駅を出るのは正午頃だったため、電車には間に合ったものの、ラストシーンで小指に赤い糸をつけた眉の手が、死んだようにぶら下がること、車掌が二人に声をかけても起きなかったことから、大見川駅から乗った普通列車の車内で、侵入したという可能性が理由である。最終話のサブタイトルが、 永遠の眠りの中でであることからも、二人は死亡したと見られるが、どのようにして命を絶ったのかについても不明であるため、謎の残るラストとなっている。2003年の続編では、最終回で、藤村の口から、羽村と真悠と思われる二人のことが語られるが、名前は明かされない上に、二人が最終的にどうなったのかも、明確には語られていない。 ハムラ役の真田博之は、放送終了後に出演したトーク番組で続編の、オファーがあったことを紹介した際に、死んだはずの人間が生きていたという話はおかしい。見てくれた人にも、失礼という趣旨の説明をして、オファーを断ったことを明かしており、演じた、真田自身も、ハムラは死亡したと解釈している。なお、野島真二は、以下のようなコメントをしている。 前述の通り、これらの曲は旧作だが、この番組に採用されたことで、大ヒットとなった。これ以前のドラマでは、売れ線の曲がメインであり、昔の曲を使うことは、ほとんどされていなかったが、このヒットを契機にして、リバイバルブームが起こった。スタッフクレジットは、第4話まではオープニングで流れていたが、第5話以降はエンディングで流れるようになった。サブタイトルは、 もう一つの眉の物語。テレビドラマの好評を受け、高校教師と女生徒との道ならぬ恋愛を映画化した。ヒロインの名が、眉であるという点以外は、テレビドラマとのつながりはない。ヒロインかしわぎ眉に抜擢された、東山京子は、本作の演技が高く評価され、日本アカデミー賞、ブルーリボン賞をはじめとする主要な新人賞を、そうな目にした。 また映画版でも、森田同時の曲が主題歌、挿入歌として使用されている。ロケーション地は、武蔵川下短期大学。VHS 版ビデオは発売されているが、2015年現在、DVD 版は未まだ発売されていない。テレビドラマ版と、同様、森田同時の曲が使用された。主題歌は1980年のアルバム、ラストワルズ収録曲。 例えば僕が死んだらが採用され、シングルカットされて発売された。大ヒットしたテレビドラマ版の主題歌、僕たちの失敗も挿入歌として使用された。高校教師に関するカテゴリー、ありがとうございます。